こんにちは、じゅんです。ゆっこです。はい、今回は、はい、飯塚千恵先生によるレッスン動画です。はい、はい、今回はですね、シャンク、シャンク、どうしてもシャンクしてしまうという、うん、人に向けたレッスン動画になっています。はい、シャンクね。はい、なんか突如ちょっと来るよね急に前触れなく私もね、ほぼないんだけど、うん、たまに出る。で、出ちゃうとシャンクって連発するって言うじゃないですか、うんね、だから結構ビビってるけど、うんうん、そういうゆっこもある。私もね、めったに出ないんですよ、うんうんうん、だからでも本当になんかこの前本当な何十年ぶりかみたいな感じで出て、一回出て何十年もぐるぐるしてないじゃん急そのまま右の池ここだってつらつらだよ。なんかなんかチョロより嫌じゃない。そうそう、ええー、みたいな。うん、その時もその一回きりで、うん、その後は 出てないんだけど、よくわかんないんだよね。よくわかんないよね、うん、多分シャンク出る原因よくわかんないって思ってる人もいっぱいいると思うんですよ、うん、あとね、シャンク出て、うん、もうその後またシャンク出るかなって落ち込んじゃってる人よく見てるし、うん、見る見る見る多分視聴者の皆さんの中にも、うん、シャンク出てね、うん、つらって、うん、もうゴルフしたくないって思ってる方いらっしゃると思うんですよね。いると思いますよね。なんか前に、うん、その今一緒に行った人で、うん、最近ドライバーダメなんだよねっつって、うんうん、ティーショット2番アイアンやって、うんうん、ドシャンクで右に行きやったけど行きよりもっと右になるセーフでした行けごえしたみたいなセーフでしたおいでっていうね。すごいね、面白いシャンク話もありますが。そうですね、でもやっぱ出てほしくないね。うん、出てほしくない。せっかく、はい、まあいいところまで持ってったのに、うん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 、ベチって出て、ね、シャンク出ちゃって OB とかね、 OB とか林の中、うん、もうどこ行っちゃったのみたいな、ね、あると思うんですけど、今回の動画ではですね、はい、自己流ゴルファーの方がね、うん、必ず落ちてしまう、はい、やってはいけないシャンクの原因と解決方法を分かりやすく、はい、千恵先生に解説していただいております。はい、気になります。今日も気になるでしょ、はい、私もね、撮影現場にいたんですけど、うん、ちょっと忘れちゃいました。もう一回おさらいしたいと思います覚えててください、はい、まあ、この千恵先生の動画を見て、はい、まあ、練習さえすれば、はい、シャンクしてしまうなんてこともなくなります。はい、はい、うん、なくなってしまえ、なくなってしまえ、はいはい、このたった一本の動画で、はい、多くのゴルファーの悩みであるシャンクの原因、はい、解決ができてしまいます。お、救いたいです。救ってくださいシャンクね、あれも病気だよね。病気っていう本当に病気って言われてる、はい、シャンクを治す解決方法を、はい、まあ、この動画にたっぷり詰め込んでおりますので、はい、ぜひ最後まで見ていってください。はいそれでは早速レッスンに入っていきたいと思います。はい、今回は自己流ゴルファーがシャンクに陥る原因ということでお話ししていきたいと思います。このシャンクですね、最近とってもさらに増えたんですよ。なぜかというとですね、シャローイング皆さんやる方とっても多くなってますよね、まあ、ここ何年かでもう定着してきて、まあ、それが当たり前いいスイングだよねっていうことを言われてきて、多くの方がやってきてると思うんですけども、ここに結構落とし穴があるんですよね。シャローウィングでなんでシャンクするのか分かりますかね。まずですね、このシャローウィングすることによってシャンクの前にシャローウィングのメリットをもう少しお伝えしていきたいと思います。シャローウィングというのはですね、平行に地面に対してこう平行にクラブが来ることによってフェースがこうスクエアな状態で鈍角に、はい、入ってくるので、インパクトゾーンが長いんですよね。インパクトゾーンでフェースがまっすぐなる時間が長いということと、パワーが生まれるっていうこと、加速時間が長い、クラブの加速時間が長いからパワーが生まれるっていうことから、まあ、シャローウィングすごくいいよねって私のレッスンでも、お伝えはしているんですけども、この中で自分一人でシャローウィングしちゃってる方がとってもシャンク出る方多いんですよ。でなぜかというと、
クラブをですね倒したい倒したいが一番に来るんですよね。でクラブを倒してフェースの向き見てないんですよね。これフェースの向き無視して倒してしまう方、多くの方が切り返しでフェース開いちゃってます。この状態だと、はい、ボディーターンした時にフェースが開いた状態でボディーターンした時にもうこれシャンクですよね、このフェースの向きだとね、はい、ということでシャロービングを一人でトライしている方はフェースの向きを無視しちゃってるのでシャンクになりやすいということです。なのでお一人でシャローイングしたい方は覚えておいてほしいことが、フェースのスクエア閉じれれば閉じれるほど倒せます。開けば開くほどクラブは立ってきます、スティープに入ってくるので、これを覚えておいてあげると、じゃあまずフェースをスクエア閉じれるところまで閉じていった方がいいんじゃないかなとかってお一人でもできるので、ぜひやってみてください。フェースの閉じ具合とシャローイング比例していきますので、ぜひこれを考えてやってみてください。ちなみに正しい感じだと、正しい感じ、うん、シャローイングですか、うん、こういう感じですか、ね、あ、なるほど。なので間違ってる人は寝ちゃってるでしょ、そこは。そうですね、そうですね、正しくはそういうことですね。はい、こういう状態です。これが寝てる、はい、こっちから持っていきましょうか。そうですね、フェースの面見えますね。あ、見えますね。これがシャンクになるフェースの向きで、うんうん、これが正しい正しい立ってるですね、うん、そうするとボディーターンだけでフェースがまっすぐなものとするのね、うん、いいのかなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今回の自己流ゴルファーが陥ってしまうシャンクの原因と解決について、はい、いかがでしたか。面白かったですね。面白いよね。面白かったです、うん、はい。まあね、シャローイングね、うん、流行ってて、流行ってるね、まあ、自己流でやっぱやってる人多いと思うんですよ、うん、練習場で見るもん。わかる、うん、こういうのね。そう、まあ、めっちゃ戸開いてるみたいなって思ってました、ね、それがっていうのがね、うん、今回のちえ先生の動画で分かったと思います。はい、なので皆さんもね、ぜひ練習で実践してみてください。はい、はい、それではここで重要なお知らせをさせていただきます。なんと、はい、リンゴルフの公式 LINE アットができました。ありがとうございます。この公式 LINE ではゴルフのね、まあ、達成したいな、うん、上手になりたいなっていう、まあ、情報を配信したりとか、まあ、それを継続できる環境っていうのを、うん、まあ、こちらでご用意していく予定です、うん、はい、なかなかさ、ゴルフ上手にならないなとか、うん、伸び悩み、そうとか、スイング合ってるのかなとか、うん、あると思うんですよ、まあ、そういうふうに悩みがあって、まあ、プロみたいなスイングができるようになりたいとか、うん、100切りしたいとか、うん、まあ、ゴルフ一緒に行く人驚かせられるような上達したいとか思ってる人いると思うんですよね、うんうん、はい、いるでしょ。いや、いっぱいですよ。それらを達成できる環境を、まあ、この LINE でご用意しておりますの で、はい、この動画の下の概要欄からぜひ LINE アットの登録お願いします。お願いします、はいはい、ちなみに、うん、友達登録をしていただいた方には、はい、はい、LINE 限定配信で無料ゴルフ動画を5本配信します、うん、プレゼントします。これはかなり有料級なんです。はい、はい、なのでぜひね、これはね、登録してくれた方だけなので。そうですね、はい、で、この特典は登録時にアンケートの回答を、うん、行っていただいた方にお配りしているものなので、はい、アンケート必須なので、はい、そちらをお忘れなく。そうですね、登録だけじゃダメなんです。ダメですね、はい、アンケートの回答をお願いします。お願いします。はい、今回もご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。この動画がいいなと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価とコメントお願いします。お願いします。